皆さん、こんにちは、ティダーの白馬池口さんです。明日で、明日19日、明日で桃太郎電鉄、発売からちょうど1ヶ月が経つんです。では、桃太郎電鉄やっての感想を言います。私にとってはまあ桃鉄楽しいし、もう、コムキャラ全員倒しました。イエーイ！また今度桃鉄解説しますけども、ちょっとお待ちくださいね。実は私、桃太郎電鉄で大記録達成したんです。目的地連続到着回数が104回と過去最多です。もう今ちょっとお出しします。まず最高総資産見てください。じゃ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 ーん。イムルナは関係、ルカクも関係ないですが、私165兆もすごいですよ。ほら最高収益額、しかも、ほら、6兆超え。もうすごい。到着回数見てください。もう、446回。あと少しで450回ですよ。あと少し偉業達成です。もう他にも様々あるんですけども、はい。この偉業どう思いますか？モーター電鉄、まだ発売しておりますので、ぜひお買い求めになってください。というわけで以上です。バイバーイ。